えー、ダッシュでですね、明日の朝行ってですね、読んでください。中田敦彦の YouTube を見て賢くなろうとするじゃないですか。で、そういう動画を1時間見て賢くなるよりはですね、絶対にどれでもいいから本を1時間読んだ方がいいんですよ。立花明さんのですね、ついこの間出ても本屋さんに今、平積みになってる新刊ですね。えー、で、これまあ、紹介するのに一番いいのが、週刊プレイボーイのですね、10月24日発売後に出た、 ご自分でですね、あの、えー、イラスト、えエッセイ書いてるんですよ。バカと利口が議論するとどうなるのかというすごいタイトルでエッセイ書いてるので、これ読めばですね、紹介になってます。デモクラシー、民主制はデモス、民衆が主権者として社会を支配する仕組みです。 これで、まずデモス民衆という言葉でですね、デモクラシーを説明する知性が漂っているわけですね。何が正しくて何が間違っているかは市民の議論で決めることになっています。この時、参加者の認知的な条件が一定の範囲に収まっていることが暗黙の了解事項になっていますが、この前提は常に成立するのでしょうかちょっと難しい言い方ですね。参加者の認知的な条件が一定の範囲に収まっているというのはどういう意味かというと、参加者の知的レベルが 割と高い水準ですよね。もしくは一般的にもう議論ができるぐらいの水準ですよね。という意味です。えー、まあ、みきなりすごいことを言い出しました。えチマンさんの話続きます。えー、誰もが学生時代に嫌というほど見せられた偏差値。この偏差値では学力は正規分布し、それを図にするとベルの形になります。 このベルカーブでは平均偏差値50付近が最も多く、偏差値40から60の間には全体の7割68、68%が収まります。偏差値60から70ぐらいは13.59%、70から80は2.14%で、偏差値80以上は0.14%しかいません。ここまで OK ですね。何が OK なんかって偏差値の高い方の話をしてるから安全なんですよ。 ここまでは時々話題になりますが、ほとんど触れられないのは、偏差値40以下、30以下、20以下も同じ割合だ,だけいるということです。少年院に収容されている若者の多くが、ケーキを3等分にできないという本がベストセラーになりました。それは予想外の事実に驚いたというよりも、誰もがなんとなく思っていたことを見える化したからです。というふうに書いてるんですね。など,んど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 んですね。 え立花節が炸裂しました。いよいよ始まる立花節ですね。<laughs> 人々の認知能力にかなりのばらつきがあるとするならば、民主制が成り立つかどうかは、そうした人たちが集まって議論した時にどうなるかを調べてみなければわかりません。とはいええー、被験者に知能指数を聞くわけにもいかず、研究者は人為的にバカを作り出すことでこの謎を解こうとしてきました。 えー、この結果はというと、ディスプレイの画像をぼやけてよく見えなくするなどで、認知能力にハンディを負わせる。ハンディを負わされた被験者は常に自分の能力を大幅に高く評価しました。まあ、ここが第一のポイントですね。えー、まあまあ、立場さんの言葉によると、馬鹿は常に自分の能力を過大評価するという実験結果が出ていると。より困惑するのは、認知能力の高い、 判例のない被験者がこういったバカと議論すると、正答率が大きく下がって、コイン投げて決めた方がマシになってしまうということです。ここれ、どういうことかといういいととと、かつまり、 認知能力の低い。まあ、この本の中で表現するバカというのはですね、自分がバカということをよく理解できていない。なぜかというとそれを理解する能力がないからだと。なのに自信だけは満々で自分のことをまともぐらいだと思っていると。で、そういう人とですね、えー、認知能力が人並み以上に高いですね。つまり賢い人たちが普通に議論してお互いをですね、尊重し合って議論すると、二、えー、人の合意というのは、 あの、なんだろうな。大きく下がると。レベルが大きく下がると。なので、そんなもん相談して決めるんじゃなくて、コイン投げで決めた方がマシなんじゃないかっていう話なんですね。えこれは後で説明しました。この本文の方でですね、えー。さっきのですね、なんでじゃあ、認知能力の低い人たちが自分の能力を過大評価するのかというのを説明してます。 この奇妙な現象は私たちの祖先がずっと150人程度の共同体の中で地位、ステータスをめぐって争ってきたことから説明できそうです。ライバルがたくさんいる時に自分の能力が劣っていることを正直に認めるのは最悪の戦略です。たとえ嘘でも高い能力を持っていると偽装した方がまだ勝てる可能性があります。まあ、そろそろちょっと右覚えになる話になってきましたね。 こうして脳は自らの能力を過大評価するように進化してきました。バカの特徴は自分がバカであると気づかないことなんです。っていうふうにですね、立場さんはバンバン書いてます、えー。ここまではですね、なんとなく経験照らし合わせても納得できますし、あと、ツイッターでもですね、断言している人はですね、たいちょっと頭悪そうな人なのでですね、なんかこう、納得できる感じです。で、 え、立花さん話まだ続いてですね。その一方で、ね、認知能力がたた高くても、それを露骨に見せびらかすことが常に有利になるとは限りません。認知能力が低いことを認めるのは戦略上不利、生存戦略上不利なんだけれども、高くてもそれを見せびらかすことは有利になるとは限らない。なんでかっていうと、ライバルたちは皆足を引っ張ろうと腰眈々と隙を伺っているんです。認知能力が高いことをですね、その、 集団全体がピンチの時に見せるとですね、あ、みんなあいつは頼りになると言って頼りにしてくれるんですけども、集団全体がピンチでない、もしくは獲物を買っていないとかですね、食料を取りに行ってない時にわざわざ見せびらかすとですね、えー、足を引っ張られてしまうってことなんですね。このような場合、自信満々にマウンティングするのではなく、相手も高い能力があると仮定し、慎重に振る舞うことが最適戦略になるようでしょう。 賢い人は自分を過小評価し、最初のうちは誰もが同じように賢いと考えるんです。 まあ、つまりこれあの、できる人は頭が低いとかですね。あの、本当に自信がある人、能力がある人は誰に対しても謙虚であるというですね。よく道徳とかですね、理の問題で話せれるようなことが生存戦略として経済的に正しいっていうんです。こういうふうにですね、あの、説明されてるわけですね。俺も SNS でよく見かける風景ですよ。レベルの高い書き込みする人はですね、発言が慎重なんですよ。断言しないしですね。もう僕みたいにですね、まあ、たぶこうなんですよとか言ったりしないんです ですね、なので、面白みが少ないんですよ。だから、その、頭のいい人のですね、レベルの高い発言って、案外ね、リツイートされないんですよね。で、結果的にですね、ツイッターではですね、バカの暴言とか断言の方が、いろいろな意味で面白いのでですね、リツイートされやすくてですね、あのー、そのリツイートの分です、ね、バカの発言で溢れることになるということになります。立花さんの話を続けて聞きましょう。 えー、じゃあ、この認知能力の高い人と低い人、この二人が対等の立場で議論すると、正しい答えを知っている賢い人が、自信過剰の馬鹿に引きずられてしまいます。こうして民主的な議論の結果は、破滅的なもの、破壊できるものになってしまうというのです。<laughs> 書いてまして、えー、新刊のバカと無知、人間その不都合な生き物、新調新書では人間の厄介な本性をめぐる様々な研究を紹介しています。そんなバカなと思う人はぜひ自分ので読んで確かめてくださいというふうに書いてますね。えー、これがですね、バカと無知全5章の、まあ、第2章の一部なんですよ。全体の構成はですね、 えー、正義は最大の娯楽である。第1章、第2章、バカと無知。第3章、厄介な自尊心。第4章、差別と偏見の迷宮。第5章、すべての記憶は偽物である。ですねで。今、あの、紹介したのが、このバカと無知のですね、まあ、中心の、あの、課題みたいなもんなんですけどもですね、もう面白そうでしょ本当面白いんですよ。だから、あの、えー、ちょっと、面白そうじゃないか。読ませてよい人はですね、あの、本当にね、真面目な話、本屋さんに今ね、積んであるんですよ。 平積みで積んであるんでですね、えー、ダッシュでですね、明日の朝行ってですね、読んでください。で、もう、こういうのをね、すべて YouTube から吸収しようとするとですね、僕が言うのもなんですが、こういうことをやってる僕が言うのもなんですけどもですね、あのー、それはですね、ファスト教養と最近呼ばれるそうでですね、<laughs> あの、ついつい僕らは岡田敏夫のですね、YouTube とかですね、あと山田五郎の YouTube とかですね、だ山田レジさんの YouTube とかですね、あの中田敦彦の YouTube を見て賢くなろうとするじゃないですか。で、そういう動画を1時間見て賢くなるよりはですね、絶対にどれでもいいから本を1時間読んだ方がいいんですよ。<laughs> なので、まあ、こんなことを言うと僕自分の損になっちゃうんですけどもですね、正直な話、 こういう話をするのが僕自分の役割だと思うんですね。僕の話を聞けば皆さん、あの難しい本の要点が面白く楽しく身につきますよ、頭の中に入りますよなんて嘘なんですよ。これを読んで、 なんか面白そうなことに興味を持って、とりあえず本屋に行こうよっていうですね。なんかもう宮崎駿みたいなことやってんですよ。あの、さあ子供たち、俺は隣のトトロを救ったぞ。みんなも同じようにですね。歩こう歩こうで野山歩いていろんな面白いものに出会ってくれって言ったらですね、それを見た子供たちは1日30回トトロを見るっていうですね。 宮崎駿の言ってることと逆のことやっちゃって、で、それを僕はなんて悲しいんだろうと思って自分も似たようなことやってるんですけど、本当にみんなにこの本を読んでほしいんですけど、多分ね、そうじゃない人の方が多いというのはわかってるんですけども、まあまああの、 ちょっとぐらい覚えてたらですね、明日あの、本当に本屋さん通るとき、学校行くときとか会社行くときの隙間時間でもいいですから、5分か10分立ち読みしてくれればですね、ちょっと面白さがわかると思いますんです、ね、よろしくお願いします。で、その場合ですね、削るのは、あの、長田敦彦の YouTube 大学か、山田五郎のチャンネルか、山田、あの、名詞のチャンネルにして、僕のチャンネルだけはなんとか見といてくださいっていうです。ちょっと営業だけしておきます。よろしくお願いします。